んにちは、授業準備 TV の夢のんです。皆さんはどのように書類を整理されていますか？職員室で配布される案内や回収した答案など日々増え続けるたくさんの資料を管理するのはとても大変ですよね。書類を整理するために書類を収納するレターケースやファイルボックスを用意してみたけれど、収納するルールをしっかりと決めないとどこに何をしまったか余計にわからなくなってしまうということもありますよね。今回は書類収納ボックスを活用して上手に管理するためのおすすめの方法をご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。まず大切なことは、書類管理が必要となる場所がどこか把握すること。投稿者の先生は教師の机の後ろ、教卓、職員室の3箇所に分けて考えているそうです。教師の机の後ろでの管理にはプリント置き場と題して収納ボックスを設置します。プリントが入る段ボールを持ってきて設置するだけで構いません。そこで回収するのは配布用プリントの余りや掲示期間が終わったプリントなど処分することになるプリントです。こうすることで不要なプリントが教師の机の上で必要なプリントと混在することが少なくなります。プリント置き場のプリントがいっぱいになったら紐でくくって資源置き場に持っていけば OK です。教卓で管理するのは子どもたちから回収した答案プリントです。子どもの漢字プリントや計算プリントなどは間違い直しの時間が取れない時期はそのまま返すわけにはいかないので、どうしても溜まってしまいます。100均のファイルボックスなどを利用して1箇所にまとめて教卓のそばで管理してしまいましょう。そして最も重点的に管理しないといけないのが職員室。同じようにファイルボックスを用意しますが、ここではさらに書類を仕分けすることが鍵となっていきます。仕分けは2段階に分かれます。まず最初は保管するか処分してしまっていいかを仕分けします。保管すべき資料のファイルボックスには事前に用途ごとにフォルダを分けておきます。資料を受け取ったらすぐに分類されたフォルダに入れます。次にその封筒を一番左側へ置きます。このルールを1年間繰り返します。こうすることで後で書類がどこに行ったのかを探す手間が省けます。また書類をどこにしまうべきか迷う時間も省くことができます。さらに1年間ストックするので次年度に活用することもできます。処分してしまっていい書類には、例えばすでにデータがあるものやチラシなど一度だけ確認すればいいものが該当します。ここからさらに個人情報の有無を確認して分類することで処分が簡単になります。本日は書類収納ボックスを活用して上手に管理するためのおすすめの方法をご紹介しました。同じルールで継続していくことが大切となりますので、ぜひご紹介した方法を試してみてください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。